インドの大統領は、インドの元首。任期は5年。両院議員、及び、衆議会議員による、間接選挙で選出される。所属議会ごとに、議員の持ち票は異なり、連邦議会と、衆議会の総票数がほぼ同じになるよう、また、衆議会議員票は、衆人口ごとの一票の格差がなるべく生じないよう、調整される。 インドは議員内閣制の生態をとっており、元首である大統領は概ね形式的、象徴的な存在である。法案の最終的な裁下や、首相や最高裁判所長官の任命、緊急命令の発令などの権限は概ね、憲法規定通りに執行したり、内閣の助言の通りに執行することとなる。しかし、三権の機関による憲法に反する決定を執行しない義務があり、 可決された法案を議会に差し戻す権限など、憲法や財政規律を擁護するための判断権が留保されている。歴代首相が北インドの有力なヒンドゥー教徒にほぼ独占されてきたのに対して、大統領職は民族的少数派である南インドドラビだけの人々やムスリム、執教など宗教的マイノリティに割り当てられることが多い。 政治的実験は首相に握られている。4人の大統領を排出した、週一人の大統領を排出した、週1967年に、ザーキル・フセインが第三代大,大統領に就任して以来、ムスリムが大統領職に就くことはたびたびある。1982年には、宿教徒のジャイル・シンが就任している。1997年、不可植民出身者として初めてコチェリル。 ラーマン・ナラヤナンが大統領に就任した。2002年に大統領職に就いたアブドゥル・カラームは南インド出身のムスリムで各物理学者である。2007年には初の女性大統領、プラティバ・パティルが誕生した。ありがとうございます。